マット・ハイソンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ロードアイランド州プロビデンス出身。体重70キログラム前後と、レスラーとしては極めて軽量の部類に属する。プロレスラーになる以前は小学校で教師を務めて、いたという異色の経歴を持つ。ボブバックランドに憧れ、プロレスを志すも体格に恵まれず。 教師をやっていたが夢を諦めきれずにアップのレスリングスクールに通っていた。当初はレフリーやマネージャー向けの指導だったが、大柄なレスラーとの絡みが評価され、レスラーとしての指導を受けるようになった。そんな時に当時イカップリングウィズのトレーナーをやっていた、タズが彼に興味を抱き、入団を打診。1994年にプロレスデビューに至った。イカップリングウィズ所属後に、 デスラーとしてブレイクした。ギミック上のイボ兄弟集団のダッドリーボーイズのマッテイ、スパイクダッドリーとして人気を博した。兄たちとは対立し、時に共に行動した。2001年のイカップリングウィズ崩壊後は、WWF のジムロスからの誘いで、WWF に所属。1999年から WWF 所属となっていた2人の兄ババ、 レイダッドリー、ディー・ボン・ダットリーと行動を共にした。モーリー・ホーリーと恋愛ストーリーも展開され、スティーブ・オースチンとも対戦した。2002年には、同じカップリング・ウィズ出身のタズと行動を共にし、ニーたちから、WWF 世界タック王座もダッシュ、ヨーロピアン王座も獲得している。2004年にスマックダウンに、兄たちと共に所属してからは、クルーザー級戦線のレスラーとして活動した。 当初はベビーであったが、ヒールターンし、クルーザー級王者になったこともあったが、船木に敗れて王者を失う。2005年7月5日、兄たちと共に WWE を解雇された。ダッドリーズ関連の登録商標はすべて WWE が持っており、以降スパイクダッドリーのリングネームを名乗れなくなり、本名のマットハイソンで活動を開始。本名をリングネームとして、主に、 インディ団体を中心に活動していた。2006年に入り、ティエネと契約。同年4月13日のティエネインパクトにて、ブラザーラントとして登場。二人の2位、ブラザーレイとブラザーディーボンを助ける役であった。後シングルに転校したが、ストーリーラインから外れてしまい、2007年にティエネを解雇された。その後は CZW に参戦。 それに伴い、リングネームをスパイクダットリーに戻した。インディー団体をいくつか回った後に事実上引退し、結婚、娘を授かった。現在はフィナンシャルプランナーとして、生計を立てている。ありがとうございます。